はい、ではスタートやエンジンズ言いたい放談始まります。今日はですね、東京オートサロンのラリージャパンの会場にこうやってお邪魔してるんですが、はい、スタートやエンジンズという媒体の中の言いたい放談という番組なんですね。これ、YouTube で流してますけれども、その収録をいつもはスタジオでやってるんですが、今日は初めての屋外でやってきました。で、この番組はですね、モータージャーナリスト3人が、車のことについて結構グダグダ、長めに喋るというものなんですが、お二人は今日ラリー詳しいので、ぜひここでラリーの話をしたいと思います。で、モータージャーナリスト清水和夫さんです。はい、こんにちは、よろしくお願いします。はい、炎上覚悟で思い切りいただきたいことを言っています。はい、お願いします。で、高平幸喜さんです。はい、寒い中こんにちは、よろしくお願いします。録音録画禁止ということでお願いします。はい、あとこれ番組終わってからフリートークもあるかもしれませんので、そこで過激なことを言ってください。で、僕は一応 MC 役で、モータージャーナリストの石井正道です。よろしくお願いします。で、高平さんはもともとカーグラフィック編集部で、モータースポーツ担当、ラリー担当だったんですよね。若い頃はサーキットに、はい、日産しておりまして、うん、でその後ラリーの担当を、はい、命じられ、うん、でそうですね、セリカ GT4 の、グループ B からグループ A にかかる、はい、あの時代から、はい、10年ぐらいは、うん、世界戦を追いかけて、はい、面白い時代を取材させてもらいました。じゃあ日本車が強くて、ランチャデルタは、ランチャデルタはいた頃、まだいたです、はい、まだ強かった頃、ランチャデルタはグループ A に、はい、A になってから、はい、ランチャデルタ、ランチャデルタ HF インテグラーレ、はい、FF ベースのやつね、はい、そうです。あれは6年連続マニュファクチャー、はい、チャンピオン で、 そうです、ね、なかなかトヨタが結局勝てなかったのを、うん、ついに打ち破ったのが、はい、93年かな、93年、はい、その頃です、はい。まあ、私はその前の、はい、まあ、グループ B で、はい、ポルシェ959とか、うん、まあ、アウディのクワトロスポーツとかね、はい、まあ、モンスターマシンがいっぱい出てきて、うん、プジョーもミッドシップ4駆とかね、プジョーが初めて、ああいうのは始めた感じですよね。そうですね、ハッチバック化だから、ね、はい、でも当時はみんな、ミッドシップ4駆だったんだよね、うん、それで、はい、グループ B だから500台作ればいい、うん、ということで、で日本メーカーそこにやっぱり参戦できなくて、でやがてその後グループ A になって、年間5000台になると今度日本メーカーがやたら強くて、うん、セリカーとインプレッサー、はいはいはい、スバルはそうか、インプロ前にレガシーで最初出て、うん、マルクアレンがね、うん、1回だけ勝ったんだよ、はいはいはい、でその時にホイールベース 100mm 縮めないと勝てないよって言って去ってったのね、うん、でそれをバカ正直に作ったのはインプレッサーだった、ね、うん、全然曲がんないってことですか。やっぱりレガシーのサイズじゃダメだよねってことで、であと三菱のランサーと、はい、あと日産のパルサー、はい、GTIR かな、松田323とかあの辺も言いましたよね。松田も、はい、ロッドミレンかなんかアメリカで頑張ったよね、はい、まあでもそういうことですよね、はい、黄金時代、はい、まあもう言っちゃうと日本メーカーしか、うん、いわゆるターボ 4WD、うん、適切なサイズ、はい、そういう、まあ、スポーツハッチ、スポーツセダンみたいなのは、なかなかやっぱり、うん、グループ A は量産しなくちゃいけないので、うん、5000台作んなくちゃいけない、はい、それ買ってくれるかっていうものがあって、うん、ヨーロッパメーカーはなかなか参入できない、うん、まあランサーエボリューションとかインプレッサーみたいのを面白がって買うユーザーもたくさんいたからっていうことも言えるわけですか。うん、まあ、皆さん記憶に新しいと思うんだけど、うん、はい、やっぱ32 GTR は4駆ターボでしょ、うんうん、で GTR はラリーというよりもサーキットでグループ A でレースに勝つために600馬力の、うん、32 GTR を作ったんだけど、うん、まあ、日本のそのランエボとインプはラリーで勝つためにターボ4駆、はい、でまあ、それは85年のセリカ GT4 からだったんだけど、今回ガズーのコーナー行くと分かるんだけど、うんうん、なんと20年ぶりに GR4 って書いてあったじゃない。そうですね、あれだから GT4 を、はい、まあ、もじってるんだよね。私をスキーに連れてっての時代ですよね、うん、確かね、20何年ぶりにトヨタが四駆スポーツを作ったんだよね、はい、うんうんうん、でそれには布石があって、ね、実はスバルの株式比率を 14% に上げたじゃない、はい、もうちょっとそれあるんですか、はい、だからやっぱスバルの四駆技術をトヨタちょっと欲しかったんじゃないかなっていうのをね、アナリストとの間で話したことあったのね、じゃあなんか
グラーツみたいなヨーロッパの。だからまあインプとインプレッサとランエボは、うん、まあ特にスワの場合はあのまあニューヨーク24時間とか、はい、レースとスーパー耐久とラリーで、うん、20年以上あの四駆ターボをずっとやり続けてきたでしょ。うんうん、だからあのやっぱりそれなりのノウハウというのはね多分、うんうん、図面の中にはないけど、うん、細かいところのノウハウがいっぱいあると思うんだよね。でやっぱトヨタはそれをちょっとスバルから学びたいという気持ちがあったんじゃないかなと思うんだけど、ね、なるほど。あのヨーロッパの場合こうサプライヤーであったりそういうところが四駆を開発してたりするけど日本の場合は自社でやってるとこが多い。 OEM がね、はい、そうですね。あのただグループ A の時代から、うん、トランスミッションとか、はい、エンジン搭載位置とか、うん、まあ時代に合わせてあの頃ですよね、エクストラックとか、FF デベロップメントっていう新しい、あの、なんて言うんでしょう、専門、はい、トランスミッション専門、四駆専門の、そういうあのパワートレインを作れるような、はいはいはい、マグナスタイヤっていうのは前からありましたけど、うん、高速四駆、うん、ハイスピード四駆の時代になると、うん、で、97年かな、うん、ワールドラリーカーっていう、はい、その、ラインナップの中に四駆がなくてもあの手持ちの例えばフォーカスなんかを四駆に変えられるっていうレギュレーションになってから状況が変わってヨーロッパメーカーが強くなったっていう、まあ、ちょっとグループ A だけだと日本車ばっかりになっちゃって、面白くないから、うん、新しいルールを作り始めたと。でこの四駆を語る時に忘れてはいけないのは、うん、1980年のジュネーブ賞で、うん強烈なこう、はい、インパクトでデビューしたアウディのクワトロ、はいはいね、初めてフルタイム四駆で、はい、オフロードじゃない四駆システムを、うん、オンロードで、はい、ハイスピードの世界で、うん、あの実証するという意味 で、うん、でこれはもう去年亡くなっちゃった、うん、あのポルシェの孫のフェルナンド・ピーヒ博士が、はい、アウディをもっと上に持っていくんだということで、うん、そのクワトロという技術を持ち込んだんだけど、ね、うんはいはい、でそこからまあラリーが始まってそうか四駆のブームが始まったんで、はい、やっぱりねそこはポルシェが仕掛けたんだよ、ね、うん、まあ、ポルシェの孫と言っていいかな、はい、アウディなんだけど、それまでは多分ランチャはラリーか037ラリーで肉でやってて、うん、アウディが四駆始めて四駆じゃないとダメな世界になりみたいな戦いが激しくなったって感じですね。で、まあ、女性のラリードライバーの有名なミシェル・ムートンとかね、はいはい、まあ、あとミッコラもいたし、うん、そうですね、華やかな時代ですね、うん、その時ね、はい、何か夏平さん、ね、うん、あの取材して面白かったこととか、なんかいろいろ持ってますけど、今おまけ撮影をするということで、はい、あれだったんですけど、はい、例えばですけど、うん、ツールドコルス、うん、これはあのツールドコルスヒストリックって言って、アルピーノの A110 であの昔ながらに5日間でコルスを一周するっていうヒストリックラリーに出た時の我々の番号です、はい、でこっちは取材で行った時の2013年のモンテカルロ、そうそう、うん、僕もこの頃1回だけ行ったことあってもらったことあります。あのローバーミニで出た時に、はい、でまあ、ちょっと昔の話をすると、モンテカルロって、確か1911年スタートなんですよ、うん、もう110年ぐらいの歴史があって、はい、それに比べて WRC っていうその世界選手権化されたのは、うん、ついこの間と言ってもいい1973年のことで、それまでずっとサファリもモンテももうそのずっと前からやってたと、うんうん、でみんなが知ってる有名な昔の車ってのはほとんどモンテカルロとかに出たことがあるという、うん、あの何を言いたいかというと非常に皆さんの車ともう本当に直結してた時代があったということなんです、うんうん、今はこうやってまあでもこれからねGR4 が出てきましたから、よりくっついたヤリスが走るんでしょうけども、うんうんうん、それがまた面白い、うん、そこはやっぱりフォーミュラカーとかと違うところで、うん、自分の車と同じ車が雪の道をあんなに速く走れるんだっていうのは、うん、本当にシンプルだけど直接的なそういうインパクトが、まあ、ラリーの面白さかなと思ってきました、うんうん、そうだね、あの、まあ、数えてみるともう18で最初にラリーやってからもう47年経ったんだけど、清水さんもともとデビューはラリーからですね。ラリーなんですね、はい、でもすぐにあのレースもやってたんで両頭使いでずっとやってて、はい、お金がなくなって、まあ、これもブーだけど、はい、チームスワールに広げて、あのいやいやレオネに乗ったと。いやいやっていうのはその FR のニータラレビンからいきなりアンダーステアの FF のレオネだから、どうやって曲がりゃいいんだみたいな話ね、
でサイドブレーキ引くわけですよ、とフロントにかかっちゃうのよ、そうなんですよね、どうしても無意識に引いちゃうから、はい、フロントタイヤがロックして、はい、エンジン止まって怒っちゃうから、はい、もうサイドブレーキ使えないのに一回紐で縛ってたりとかねだからもう自分の辞書にアンダーステアという文字はないね、いかにアンダー殺すかみたいな、なるほど、こうやってこう、はい、ずっとやってきて、うんうん、スバル乗りはみんなそうだったですね、昔は、昔はね、はい、レオーネぐらいまで続いていったってことですか。いやだからレオーネの時代がもう曲がんない暗黒のその時代がずっと続いて、うん、レオーネでレガシーも曲がんなかった、もうものすごくよく曲がるよ、うん、あレガシーの方は、うん、だからもうインプラントも気が狂ってるんじゃないかね、なるほど、レオーネ育ちはみんなレオーネ育ちはもうアンダーで苦しんでる、だからなんかてあのスバルのテストドライバーの方でも結構上の年代の人はズバッて切りますよね、うん、あれってそういう影響どうなんだろう、まあみんなその自己流でいろんなドライビングスタイルだったからね、あのだからアウトインアウトなんかできないよスバルはね、失敗したら体重が落っこっちゃうから、ね、イン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 みたいな、インっていうかね、もうささ熊笹の中に入っていくぐらいインをカットしていかなきゃいけないんで、よくラディカメラマンからスバルが来るとみんな逃げて足踏まれるぞみたいな、まあそんな時代ありますね、なるほど、まあでもそのやっぱり市販車、みんなが乗ってる市販車とモータースポーツが近いっていうのがラリーの一番いいとこですかね、あのそうだし、歴史見れば昔のルマンってパリ・ルーアンの間でやってたから、そうです、あのサーキットってなかったんですよね、はい、だからラリーの方がむしろ原点で、うん、その後インディアナポリスにあのサーキットができて、はいはい、あのインディ500マイルレースが出てきたので、うんうん、もともとはやっぱラリーが全ての出発モータースポーツの原点ってことですね、うん、サーキットなかったからね、はいはい、そうですね、ニュールができたのは1928年、うん、あのヒトラーが公共工事のために貧しかったあのアイフェル町の人たちに一切れのパンを食べさせるためにやった公共工事だったんです、うん、そうですね、財政出動ですね、